リハが結構朝から晩まであったりして、ねあのーまあ、帰ってきたらもう深夜近かったりとかもう深夜みたいな <laughs> 感じだったりしたのでなかなか配信とかがね結構できずにいたので落ち着いたからちょっとお話でもと思って配信をさせていただいております。 あ、そして、えー、クーボさんだるまありがとうございますカツタカツタカツタさんバラありがとうございますそしてリタさん、えー、初見さんですね星ありがとうございますそして空ーさんだるまありがとうございますみんなもあのライブにね5日間ライブやらせていただいたんですけどもライブ全部来てくださった皆さんもねいらっしゃったりあとはこのどこかあの1公演とかでも来て くださった皆様、本当にありがとうございました。本当に盛りだくさんだったね。そう、超盛りだくさんでした。あ、最後にあったのちょうど1ヶ月ぐらい前なんですね。あじゃあ4月の10何日とかが最後なんですね。ああ、久しぶりです。<laughs> お久しぶりです。うん。 あスマホリングいただきましたわーよかったです私も3ついただきました <laughs> そうなんですちょっとメンバーの特権でメンバーねもちろん全公演、あのー、参加するのでたまるんですけどちょっとメンバーの特権としてと3つスマホリングをねあのい,ただいちゃって <laughs> はい帰ってきましたあえっ、ー、とそう3つです メンバーのそれはでももちろんメンバーなんで <laughs> そうあえっ、ー、と感想おめでとうあーありがとうございますそうなんです五月一日はワースタさんとのツーマンライブでで五月の二日あ五月のな五月の三日がワースタさんとのライブで五月四日がディチェコさんをゲストにお迎えしてのノンストップライブで五月五日が えー、ワンマンライブ3公演で5月6日がイベントプラス、えー、特典会がありましてで最終日の5月7日がフェイキーさんとのツーマンライブと自分たちのワンマンライブで締めくくるというライブでしたいやー本当に本当に濃かったですねこのなんか5日 記憶ない記 <laughs> 憶ないっていうぐらい、ありがたいことに忙しかったですね。あと、しさんありがとうございます。いやでも美味しいものをめちゃくちゃ食べれるんで最高ですね。あのー、恒例のあの、本当に恒例のあのー、夜ご飯を2つ食べるっていう <laughs>。お弁当を2つ食べるっていうのも恒例でしたし、私夜ご飯。そういうなんか夜ご飯の種類ありすぎて選べなくて。 なんか、最初に絶対絶対にこれ一番食べたいっていうのは撮るんですね。でライブ終わったあとにもうなんかみんなが帰り支度とかしてる時にお弁当見に行って余ってたらもらってであの事前に撮ってたやつとそれを合わせて食べるっていうのを <laughs> やってたんですけどめっちゃ食べましたしなんかあのみんな。 あの多分結構メンバー4人とも結構緊張する方めっちゃ緊張する方なんですよ結構4人とも。なんですけどその4人の中で多分あメンバー4人なんですけど東京知流結構緊張する4人なんですけどその中で多分一番緊張しないのが私なんですよ。 4人の中だったらね4人の中だったら一番緊張しないのが私なんですけどもうみんななんかこうライブとか始まる前あ「もう緊張してご飯食べれない」みたいな感じで、あのー、ご飯をねあの食べてないんですけど私その隣でめちゃくちゃご飯のんきに食べてるっていう <laughs> そうですね「いないなもう緊張してご飯ってもう喉通らないよ」って言いながら私その横で「あっめっちゃめっちゃ食べてんじゃん」と思いながら <laughs> 食べてました <laughs>。 めっ,ちゃめっちゃ食べてましためっちゃ食べたし差し入れもめっちゃ食べたし本当にあのいろんな方からいろ,あのいろんな方が見に来てくださったので差し入れとかもいっぱいいただいて <laughs> はい差し入れも美味しく全ていただきました <laughs> はいめっちゃめっちゃ美味しかったですいやもうなんかえ私だけ食べてた大丈夫かななんか 自分だけリラックスしすぎリラックスを別にしてるわけじゃないんですけど私は結構食べないとあのなんか集中できないタイプなんですよもうお腹空いたって思っちゃうんですよ <laughs> そうお腹空いたって思っちゃうからあの食べなきゃあのやってられないタイプなんですよだから絶対に食べるんですけどえ絶対に食べないってやっていけないもんだってライブ乗り切れない <laughs> ライブ乗り切れないからそうだからあの普通にみんな もう食べてない中食べるっていう1人1人食べてましたねもう差し入れいいねそう差し入れそうなんですよ差し入れもプリンもそうなプリンいっぱい頂い,いたしカヌレも頂い,いたしあとはなんかおまんじゅうとか,なかクッキーとかヨクモックとか,なんかヨーグルトとかなんか本当になんか もうあの覚えきれてないくらいの量をいただきましたあとスタバカードとかもいただいて <laughs> いや「あ飲みますありがたい」と思いながら <laughs>、はいいや「めっちゃありがたい」と思ってあのまだ使ってないんですけど <laughs> だから大阪行く時使おうかなと思っていやスタバよく飲むんでめっちゃあり,ありがたいスタバそうめっちゃ飲むからありがたいです スタバーカードめっちゃ嬉しい <laughs> スタバーカードめっちゃ嬉しいですそうなんですよめちゃめちゃ使うしめっちゃよく飲むから最高ですねうん、うん、とにかくとにかく食べまくりましたね <laughs> とにかくなんかあと自分あの本んになんかパンパンがすごい小麦が大好きでパンがすごい大好きなんですけどもうあのいこう5日間 この入るとあの大体お弁当なんでパンとかがないんですよお米なんですよ絶対的にそうだからあの小麦を摂取しないともういあの小麦みたいな <laughs> パーンってなるなるんですよ絶対に毎日あの毎日小麦パンパン食べたいからだからあの普通にライブとかがあの始まる前というかあの。 楽屋入る前にパン屋さんに寄って <laughs> パン買って現場入ってとかそういう日もありましたね絶対パンないと無理なのでそうパン持って入ってなんかお昼ご飯もあるんですけどだからお昼ご飯プラス自分が持ってきたパンも食べれるっていうこのなんか幸せなダブルパンチではい乗り切ってました <laughs> パンパンは腹持ちしない しないですよねご飯に比べたらわかんないけどうんなんかでもお弁当プラスそのパン食べてるんで <laughs> 全然大丈夫ですパンもそういっぱいいっぱい買ってきて食べてておうん <coughs> あライブ終わっライブ終わったその日にコーラ飲みましたライブ終わったその日にコーラ飲んだしえあのなんなら 結構コーラ飲んでる <laughs> そうしばらくライブがねそうワンマンライブがないので飲めるので飲んでます <laughs> 飲んでるし私あのジャンクフード大好きなんですけど昨日昨日もマックマック,マック食べました <laughs> マック食べてうーいっしゃーって思いながらそうチーズバーガーあダブルチーズバーガー食べましたダブルチーズバーガーが一番好きです どんだけパン好きなのえ、私はめっちゃ好きです。毎日パン、毎日パン食べなきゃ。あのもう生きていけないっていうぐらいパン大好きですう。うん。基本毎日食べてますね。パンは。いや、なんか最近やっぱ <laughs> パン屋さんも値上がりして大変 <laughs> そう。パン屋さんめちゃくちゃ高くない。あのなんだろう。スーパーとかに売ってるパンとかあるじゃないですか。ああいうのはそんなに食べないんですよ。 あのどうしてもパンがゲットできない時とかは、まあ、コンビニとかで、まあ、仕方仕方ないというかコンビニとかでまあパン買うけど私はパン屋さんのパンが好きなので,なんでパン屋さんでパン買うんですけど結構値上がりしててパンそう,うわめっちゃ高くなったなと思いながらうんえうんびっくりですだってちょっと前 値上がりする前まであの私はよく好きで買うパンがあるんですけどまあんだかんだ買っちゃうけどなんだかんだ買っちゃうけどその前は2百二百8 0円ぐらいだったのかなそのパンが。そうなんですけど今480何本で200円ちょっと二百ちょっとぐらい上がってるんですよ。 だからえめっちゃ高くなってると思ってえ結構そうそう値上がりしてて大変あでも結構パン屋さんって一つ300円とか当たり前ですよねそうだからなんかあんまり、まあ、パン屋さんでね、まあ、買うものとかにもよるけどうんただもうあ五500円かみたいなそうパン屋さんで1000円はあっという間です本当に本当にあっという間。 だって普通にパン2つとか買っただけでもう1,000円近くいくからうん普通に私が好きなまあ <laughs> どことは言,って言えないんですけどパン屋さんがあってよく行くパン屋さんあるんですけどそこでめちゃくちゃ大好きなパンが2つあってそのパンを2つ買うともう900円ぐらいだからそうだってそうだね900円ぐらいなんで結構結構そうだね高め。 でもパパンン屋さんのパンが好き <laughs> だからパン屋さんのパンを買うやっぱおいしいものを食べた方がいい自分が好きななんかあーこっち安いけどなーでもこっちの方が好きな高い方が好きなんだよなって思うなら私は好きな方を買うそっちの方が自分がテンション上がるからそうだからあのー、そうだね自分の好きなものを買うかな私は。 そうおしゃれパンは高い本当におしゃれパンは高めおなぜめっちゃ時止まっちゃった <laughs> めっちゃ時止まっちゃったんですけどでも今週今週の日曜日は大阪に行くのであの大阪でそう今週日曜大阪でライブなのであの夜夜ご飯が楽しみです。<laughs> いや何食べるのか全然まだちょっと分かってないんですけど個人的にはお好み焼きとかたこ焼き食べたいなんかね多分自分の気持ちの問題だと思うんですけどおやっぱ本場で食べた方がおいしく感じるうんなんだろうねなんかおいしく感じるだから絶対に絶対に夜ご飯はあの お好み焼きとかたこ焼きがある。お店に行きたい。あとはね。何だろうね。私そう。あの食べたいのがあるんですよ。大阪であのだけど、絶対に多分食べる時間がないない。スケジュール感なので、だから。まあ、もし関西にあのお住まいの方だったり。 回るー,ープに日曜日来てくださる方で時間ある方は是非ちょっと行ってみてほしいなっていうところがあるんですけど私の代わりに <laughs> あのー、大阪にあるたまごサンドなんですけどお店がロマンテイ屋さんっていうあー場所調べたんだけど忘れちゃったあのね大阪にあるロマンテイ屋さん のの卵サンンドがなんかすっっごいいい美味しいっていうのをインスタで見たんですよでずっと食べたいなと思ってて次大阪行く機会あったら絶対に食べようと思ってたんですけど今回絶対無理なので <laughs> だからぜひ行ってみてほしいなっていうのでなんか薄いあえて薄い食パンを使ってて薄い食パンがなんか4枚ぐらいになっててその間にあのなんか卵サンドがミルフィーユ状でめっちゃ重なってるんですよ。 そうだからロマンテイのえ多分この卵サンドの話は初めてしたと思ううん多分ね多分なんか愛知とか, <laughs> なんかあの辺の卵サンドの話は確かに <laughs> したことあるんですけどロマンテイのあの卵サンドは多分初めて話した気がするけどどうだろう そう、阿ノ野あるみたいあ、阿ベ野かもそうそうそう阿ベ野かも確かそこだった気がするなんかそんな感じだったなんかあんまりそう関西にさほら関東ん東京とかにさなら結構わかるけど地名とかって関西とかってそうなんかそんなになんか、ね、めちゃくちゃ詳しいっていうわけじゃないからあれなんですけどそうでも絶対多分そこだと思うなんか 時期によるけどなんかテイクアウトできる時期もあるらしくて夏とかは無理確かなんかそうやっぱね危ないから危ないから無理だったんですけどちょっと今の時期はなんかギリ微妙微妙な時期すぎてなんかどっちだろうって感じだけど是非あのー。 ぜひ行ってみてみほしいですなんかカツサンドも美味しいらしいけどでも卵サンドの方が美味しいらしい <laughs>。いやなんかわかんないインスタでインスタで人の、あのー、つぶやき見てあそうなんだめっちゃ食べたいって思ってただけだからあれなんですけどだからぜひ関西にお住まいのアスタライトの方とかぜひ行ってみてほしいです。でなんかお昼ご飯とか迷ったら、ねやっぱ えなんか「ええ何食べよう」とかなるじゃないですか「お昼ご飯何食べよう」とかえなんかこっちの名物みたいなこっちでしかそ例えば行った地域でしか食べれないものとかあるけどだけどあと、まあ、関西にいるからこそ食べないみたいなそ,うそこの名物とか食べないっていうのはあると思うんですよ。 だから、ぜひ、なんか、食べてみてほしいです。私食べれないから。<laughs> そう、私が食べれない分、ぜひみんなに食べてみてほしいです。うん。そう、そう、なんか。めちゃくちゃ美味しそうですよね。え、そう、ぜひ、ぜひ、食レポをみんな、私の代わりにお願いします。ぜひ、ぜひ。いや、でも、本当なんか、美味しいものとか食べれたらいいなと思います。うん。 え、レポあげるわ。ええー、ありがたい。ぜひぜひ、ちょっとレポ、お待ちしてます。<laughs> そう、あの、みんなからのレポで、ちょっと食べた、食べた気になってきますね。じゃあ。うん。<laughs> いや、でもね、そうだね。いっぱい食べたいの、大阪あるからな。大阪、ね。なんかよくインスタとかで、大阪グルメとか。 なんかあの関西グルメとかやっぱ行く時とか調べたりするんですけどめっちゃ美味しそうとか思ってここ行きたいとかあのスクショするんですけど意外と行けなかったりそう意外とやっぱ時間もないしお仕事で行かせていただいてるので時間もないしとかでなかなか行けないのでそう行きたいところだけは溜まってくみたいな <laughs> 行きたいとこだけのやつだけは溜まってく。 アメ村のせいせいだこせいだこのたこ焼きええー、せいだこせいだこのたこ焼きえー、それ知らないですねえー、ちょっと食べてみたいですねせいだこ北極星のオムライスあ北極星のオムライスは昔あのマネージャーさんとメイと一緒に食べたかな3人でなんでかななんかなんかわかんないけど 多分でも仕事仕事だけどなんでかわかんないけどその3人だったんですよわかんないしなんでその3人だったかちょっと記憶ないけど行ってその時になんか北極星のオムライスを食べましたせいだこね覚えておきますせいだこ終わったらすぐ終わったらすぐもググります絶対インスタで出てくるもんだった多分アメ村アメ村で インスタで検索かけたら絶対出てくると思うタカエキとかだからなんかアメムグルメとか <laughs> で検索してみようと思いますえー、ありがとうございます教えてくださってえー、でも本当にお結構楽しみ大阪前回大阪やっぱ来た時がねあのライブとかできないで終わっちゃってそのままあの大阪に来たけどそのまま帰る っていう形になっっちゃったのでなのですごいライブができるのもすごく楽しみだしなんかその時のなんかリベンジっていうのも込めて「その回るーて40分間」なんですけど結構曲も詰め込みましたし時間の許す限り結構詰め込みましたしねあのその時ノクターナルのアルバムから「本当は披露」をねちょうどノクターナルのアルバムがリリース あのする直前だったのでノクターナルからもあの披露したかったけどできなかったので,なんでノクターナルからも今回もそう持ってきたりとかしてるのでストリそう組んでるので,なんでその時のリベンジっていう意味も込めて関西のアストライトの皆さんにはお見せするそうライブステージになればいいなって思ってるので。 ぜひ関西のアスターライトの皆さんお待ちしてます。もちろんね関西じゃなくてもそのあの近くにお住まいの方だったりあの関東からも足を運んでくださる方もいらっしゃると思うのでぜひあの楽しみに待っていていただけたら嬉しいなって思います。よろしくお願いします。<laughs> でも本当に私もその時すごい元気、すっごい元気だったので。 あの本当にこう今だから言える話だけど何もすることがなさすぎてあの一日なんか修行かなと思うぐらいなんか空見て終わった空見て終わった,わったちょっとめちゃくちゃ大げさだけどめっちゃ大げさだけどなんか普段こう生活してる中でなんか空を何も無心で考えることなくぼ,ぼーっと見るっていうことないじゃないですか。 もう無心で空をぼーっと見上げてあー雲の流れ早いなーみたいななんかもう <laughs> なんか本当に座禅やってるみたいな <laughs> なんか本当に無の境地になってた時とかあったもん <laughs> そうだねありましたねあったあったありましたあとはもうなんか修行みたいな <laughs> 感じでしたねうんあとは 食べるしか <laughs> 食食べべる、食べること食べることだったりその期間になんかあんまり触れてなかった音楽だったりとかあんまりなんか見なかったなんかドラマとかあ見たいなと思ってたけど忙しくて見れてなかったなんかちょうど7月去年の7月休みが一日もなかったんですよ。そうなのでなんか見たいなと思ってたものとかが溜まってたりしてたのでなんかそういうのも見てたりとか。 してたかなうんそうだよもう一日空見ることなんてないのになんか空見てたもんだって空の写真めっちゃありますもん去年の7月のデータフォルダ何に使うのか分かんないけど空の写真めっちゃ入ってるもんそう <laughs> そうなんですよだからねあの <laughs> それまあリベンジってまあ今だから言える話まあもうもうねもう。 もう時だからだから言える話なんですけどそう本当に空を見て終わってた日もあったなーみたいな懐かしいなーみたいななみた感じです、ねうん、でもなんかあとはみんなの SNS とかも開いてなんかみんなから届くメッセージとかもうねそあんまりこうなんかつぶやくとかいうそういう状況でもやっぱないです。 しだからなんかこう事前につぶやいてたなんか事前というか前につぶやいてたリプとかあ前につぶやいてたツイートとかにファンの皆さんがあのリプくれたメッセージとかをこう見たりとか <laughs> してなんかみんなが「フェイちゃんは元気?」とか,なんかそういうの見て「あ返,返したり」とかつぶやいたりはできないから「あ元気だよ」って言いながら <laughs> そうそう <laughs> あのやってましたね。懐かしいいなって思います今の ねなんかこういう思い出もあったなーっていうので懐かしいですねでも今回ははいあのみんなで元気に大阪に行きますので関西のアストライトの皆さん日曜日一緒に回るープ楽しみましょう東京主流は14時40分から15時20分ビッグキャットにてライブを行わせていただきます行います。 でもね本当にゴールデンウィーク5日間改めて本当にありがとうございましたありがとうございますもう本当にねなんかみんな来てくれるみんなのおかげでとても楽しい私もあのライブになりましたしなんかみんながやっぱいてこそ完成するライブなのでライブってだからみんなのおかげで完成したしみんなのおかげで走り抜けられた ライブでしたしたねあの得、ー、点会もあったんですけど、ね、そ,うあのその5月6日がイベントから得点会だったんですけどイベントにね来てから一緒にこう得点会もあの来てくださった皆様もいたりとか結構得点会夜遅くまでイベントに出演した後に2つそうあの1部2部っていう形でやらせてもらったから結構夜遅くまでになっちゃったんですけど結構ねみんなもあの立ってる。 立ってあのー、列に並んでくださってるのでなんかすごくめちゃくちゃあの大変だったと思うんですけど特典会も、あのー、並んでね、あのー、くださって本当にありがとうございましためちゃくちゃ大変でしたよね立ってるのありがとうございますうんそうそう新衣装もみんなに近くで見ていただけた本当に良かったです <laughs> そうなんです新衣装も 5月5日に新衣装が初お披露目になりましてなんかお花のめっちゃなんかキュートな,なんかラビーみたいな感じのすごいなんか上品な感じの,あのお衣装になんか,なんかあれお上品すぎて衣装って言えないなんかお衣装みたいないっちゃうめっちゃ丁寧にしゃべっちゃうんですけどめちゃくちゃ可愛い衣装になってるのでぜひ東京都知の公式ツイッターの方に新ビジュアル が載ってるのでぜひ写真で見ていただけたら嬉しいなって思います。あ、そう、私肩,肩出てます <laughs>。私なら肩が出てて、なんかみんなからファンの皆さんから好評でとても嬉しいです。あ、衣装がね。そうなんか今の話だとなんか肩がみたいになっちゃうんですけど <laughs>、みんなから衣装を好評ですごく嬉しいです。嬉しいね。スタッフさんがそれぞれに私たちも本当知らなかったから、スタッフさんが会うのを。 それぞれに合うものとかを考えてくださってねだからなんかあこういう感じの衣装初めてっていう感じの衣装に私はなってるかななんかズボンがないので私はなので今回ズボンなのでなんか新鮮パンツスタイルがすごく新鮮でした <laughs> あとても似合ってますえー、ありがとうございます嬉しいですそれはやったー。 これからあの衣装はたくさん今年着ていく衣装になると思うのでぜひね、あのー、たくさんあの衣装も好きでいてくれたら嬉しいなって思います普段はメンバーの意見取り入れたりあありますありますそれこそあの12周年ライブとかはメンバーの意見が入ってましたねなんかあのカラフルなやつとかは あのそれぞれなんか短ンがいいですとかなんかもう、まあ、瞳はプリンセスみたいな感じがいいですみたいな感じとか結構そういうのが、うん、入ってたかなっていう衣装になってますねでも今回は本当になんかそういうのもなくメンバーの意見も入ってない本当にサプライズの衣装なになっています <laughs>。 青金衣装ア青ゴールドの衣装ねもうひつみはねそうだね毎回もう毎回「プリンセス」って言ってますひつみは<ん>あもう10時か早いあっという間に時間が来てしまう早いですね早いなあえー、そして勝田勝田勝田さんえー、な何だろうこの花お花 <laughs> ありがとうございますそしてとしさんもお花ありがとうございますはい全然花の名前が分かんなくて申し訳ないんですけどありがとうございますではまたねなんか大阪まあ、大阪行った時できる時間あるとかあちょっと分かんないけどやりたいまたねなんか今週あなんかやるとか言ってできなかったなんかやる詐欺みたいなでなんかあの遊ぼう遊ぼうみたいななんかあるじゃないですかなんか遊ぼう詐欺みたいな <laughs> 社交辞みたいななんかああいう感じでやるやる詐欺になっちゃうからあ,あんま下手なこと言えないんですけどちょっとできる時間あったらやりたいなと思ってるけどうーんっていう感じなのではいなのでちょっとはいあのー、またお時間ある時に配信はできたらなと思ってるのでよろししくお願いしますこの配信見てくださった皆様本当にありがとうございました <laughs> また配信でもそして、えー、大阪でリアルでもお会いしましょうありがとうございました急に終わらせます <laughs> ありがとうございましたバイバーイ